現在ですね、日本国政府が進めている節電、この節電ファシズムって良いのかって提案をしたいんですね。どういうことかというと、50Hz エリアで電力が足りない、東電エリアで夏6000万キロワットが供給できない、じゃあいろいろ交代で工場を休みましょう、時間を変えましょう、だったらね、この工場ね、はい、60Hz エリアとか、じゃあ海外行っちゃおうって出て行っちゃうんですよ。資本主義自由主義の国で稼働率が悪い工場なんかは生産効率悪いんですよ。